い、こんにちは。楽々、ご手詰め。なんで今日は、ご手詰めばかりです。で、まず1問目。ご手詰めなんで、ぜひとも解いてくださいと。で、これまず、詰将棋は駒取らないよというわけじゃないんで、まあ取っちゃダメな理由もないし、これ実戦だったらとりあえず取りますよね。ただで馬が取れて、王手と。で、これ合駒してくれたら詰むんじゃないですかね、これ。合駒だったら、下から角が打てると。逃げられない、逃げられない。で、まあ逃げるとしたら、1、1だったら金打てばいいし、1、2だったら竜がすり寄って合気数で詰みということなんで、合駒したら詰んじゃうけど、これは逃げちゃいますね。こうやって。まあそれでも、これ、2、2竜が、これで金2枚だったら詰みますね。これも逃げるのはもちろん簡単に詰んじゃうから、同玉の一手で、これでまあ金が2枚ならいいんですけど、角なんで、金打った後に、角だとちょっと頭に打っても王手じゃないと。いうことで、まあやっぱり一応、馬を取る手はまあダメと。まあ、詰将棋だからダメってわけじゃないですけど、まあ一応ダメな理由もちゃんと考えなきゃ。で、これで、じゃあつって、まあ竜で行っちゃうと、まあもちろんこっち逃げることはないんで、こっち行って、で、馬が強力すぎて、桂がならずで入っても、これ別に単に取られて、これが金とかだったら上に釣り上げた効果ありますけど、馬なんで、馬は四方八方に引くんで、ちょっとこれはダメなんで、ここはまあ、桂からでしょと。で、相変わらずこっち行くのは簡単だから、ここ行った時に、なんとか頭金が打ちたいとか、こう打った時にここ逃げられないようにと思えば、まあ、次の手は思いつくかなと。5一竜と切っちゃうと、捨てちゃうと。まあ、同馬と取ってくれれば、頭金が打てると。いうことと、まあもちろん合駒は打つでも移動合でも今度は2二に金打って逃げられなくなってるんで詰みということで、詰め手順は初手が2三桂成、3一玉で5一竜、まあこれは取るもんでしょうと。同じく馬、3二金までの後手詰めとなります。じゃあ、次の問題も。はい、2問目も後手詰めなんですが、まあ、そんなには優しくないかもしれないですけど、まあ、でも、筋は見えるかなと。で、まず、一目見て、この銀いなければ、もう金打っておしまいという感じで、まあ、結局ここに金が打ちたいんだろうなと。でも、じゃあ、単にすぐ捨てるのはと。捨てる場所として、13と23ならず、両方ありますけど、じゃあ、まず23ならずは、これはもう、取る一手、もう逃げたら頭金。打って積んじゃうんで、まあこれはもう取る一手なんですけども、玉で。で、これはまあ、せいぜい金打つ。まあ飛車だと銀取られちゃうんで。で、まあ1、2に逃げられて、これはちょっとこの先、まあ角効いてるし、離して打っても合駒されちゃうし、ということでダメなんですが、じゃあ2、3銀ならずはダメと。じゃあ1、3銀なりの方はと。これは、王手を間違えると積んじゃう。けど、まあ積まないんですけど、王手間違えたら積んじゃう。まず、同香はもちろん簡単にもう腹金打って詰みと。で、同玉もこれは1四飛車がありますね。1四飛車打てば、逃げられない逃げられない。横に逃げたら頭金打てばいいし、同玉だったら腹金が効くんで、1三と銀成りに対しては同角で詰まないですね。とにかくここに金が打ちたいのに、角呼び込んじゃうと、金が打てないと。ということで、同角で詰まないと。なんで、結局、銀は2三にならずで捨てる筋を、まあ多分、が主眼で、こっちに捨てられると、角が来ちゃうんで。でも、いきなり2三銀ならずは、こう打って、逃げられちゃう。じゃあ、ここを逃げられちゃうんだったらっていうことは、どうやらまあ、なかなか実戦じゃ指しづらいけど、逃げ道封鎖と。で、まあこれ一応取るのがまあ本筋ですけど、これ一応合駒もまあ考えられると。合駒したらちゃんと詰むでしょうかと。これはもうあれですね、同銀成と取って、今度は角でまあ取る一手ですけど、今度角で取られても、これは飛車がここにいるんで打てるんですね。取れないから。なんで合駒は結局詰んじゃうと。いうことは、これは同香と取る一手と。で、まだ銀行にある。飛車を打って、同香と取る一手と。で、ここで2三銀ならずとなれば、
これもやはり同玉の一手で、これで頭に金打てば逃げられないんで積み上がりということになります。ということで詰め手順は、初手が1二飛車、同じく玉、2三銀ならずと、で同じく玉で2四金までの後手詰めとなります。じゃあ次の問題を、はい、3問目、これも後手詰めですけども、これはなんか狭い玉ですけども、まあ角が効いてるんで、まあ2二に足し算はこれ取ってくれればいいですけど、すまないな、これで。これでもうちょっとこの続きがないんで、まあ、成り捨てたんじゃないかというか分かんないということなんで、2二歩はないと。で、まあ、じゃあ3二馬みたく、こう安全に王手すると、1一逃げられて、これが打ち歩詰めで打ってないと。じゃあ、つってバックして王手。で、そうすると、まあ、こう元に戻られて、千日手、連続王手の千日手はそもそも詰まないし、反則負けと。なっちゃうんで、じゃあどうしたのかと。で、時に、まあ、ここに突っ込むなら取られてダメですけど、こっちから行ったら、こう逃げられちゃって、ちょっと上への脱出が、もう、防げない。まあ、同玉ぐらいでダメだし、同角でも、まあ、結局もう、桂打っても、どんどん上へ逃げられちゃうんで、ダメと。なると、まあ、桂馬は角が効いてるけど、桂馬こっちから打てたらな、というふうに思うと、初手が見えてきて、1一馬と。で、これは同玉の一手で、で、今度は歩が打てると。で、戻ってきたら、これで桂を打って積み上がりということになりますと。じゃあ、正解手順は、1一馬、まあ、この一手だけですね。で、同玉に、1二歩、2一玉、3三桂までの後手詰めとなります。じゃあ、次の問題も。はい、4問目は、これはもう一目、例の筋が、パッと目に入りますよね。もう3一角成、まあ同玉だったら頭金っていうもう例の筋で、もちろんこれは3一角成は取れないから取ってくれずに横に逃げて、ここで1個、もう飛車でもいい、歩でもいい、何でもいい、前に進める駒1個打てれば同桂で腹金なんですけども、単に腹金打っちゃうと逃げられて、これがここだったら済みますね。空き王手すればいいんで。で、ここ逃げられないから下がって、馬で積むんですけども、歩がここなんで、2二金には上逃げられて、開けようとしても上へ脱出されちゃうと。いうことは、3一角成の筋はすぐにはダメと。じゃあどうしたのかと。今、そうするとこの歩、実は攻め駒ですと。ということは、これで、こっちで成れると。そうすると、桂馬で取るしかないわけですけど、まあ一応でも、別の手順考えたときに、横に金行ったなら、横に玉行ったならば、そのごく普通に腹から金打って上がってもバックすればいいと。し、3三歩なりに桂と取らずに上へ逃げたならば、今度は3一角となって、これは合気数だから上へ逃げても、この歩が今度これで効いてくると。2五金で詰むと。いうことなんで、三三歩成に対しては、まあ、同桂と取るしかないと。こうなれば、三一角成。で、逃げても、今度は桂を跳ねさせたんで、頭に金が打てると。いうことなんで、まあ、三一角成には同玉と取って、頭金までということになりますと。ということで、詰め手順は、初手が三三歩成。で、まあ、変化全部説明したんで、同じく桂。で、3一角成、まあ、同玉、3二金までの後手詰めとなります。じゃあ以上です。ありがとうございました。